銃が2丁。こいつ触りたい。ダメ。ヒレ、手入れしないと。触り準備か。じゃとやにかかれば万事解決。何かよ。私は高くつくわよ。いざ降臨。ピュアな心があればきっと好きなものが見つかるよ。どう？いい買い物はできた？
新作を入荷するから。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いざ降臨。忘れてゴッドフィンガーで楽しむとええ。おきに楽しんでくれはった。いつでも何かよ。あたしは高くつくわ。ジャトヤにかかれば万事解決。いいぞ準備。何かよ。よっしゃ仕事だ。俺らのあら鉄道出撃可能よ。私に命令を。いい子にしてなさい。さあ、こっからが本番だ。
類なら。こいつでぶん殴られてえのか。おい、何かよ。あたしは高くつくわよ。何かよ。こいジャトヤにかかれば万事。何かよ。あたしは高くつくわよ。いつでも何かよ。あたしは高くジャトヤにかかれば万。何かよ。
私は高くつくわよ。消えて。来たぜ、親分。来たわよ。
受けてみなさい。スターライトパワー。ターゲットを排除する。10倍返し。これで終わりか。見てなさい。そら、はっ。オッケー。けどけ。そら、そこがファン。危なかった。了解。受けてみなさい。エッツショータイム。ビリー、修理してきた。消えて。どこかに行って。オッケー。見てなさい。倍返しよ。受けてみなさい。スターライズパワー。動くなよ。光栄に思いなさい。とどめは俺様に任せろ。俺のターンだ。おぶね。消えて。ボスの出番ね。10倍返しよ。これで終わりだ。スターライトここに輝く。もう長いことホロを常に移動しながら犯行を重ねているため各部そこでここからさらに信憑性を高め最後に悪くないんじゃ。それからよかったね。あんたはこういうプランを練ったりするのはとただこの計画を承認したのはなんだというのもつまりエーテリアスに遭遇したら私の弱みを他局に知られることに。だから代わりに行けとか言わないよね。そんな危ないこと泣きながら頼まれた。あ、もちろん猫又殿にそんなことはさせない。ただ正体がつつがなく音協力者っていう。いやいや、そう言うならこうしよう。まあそれなら検討の余地はあるぞ。まあそうだ、その何しろ何どうしたんだ、ね、私ウォーリーと会った時まさか
そのもちろんするわけないぞ。それに治安局のオーリーが任務に行くまで行ってしまったな。近所で勉強と言っていた。様子を見に行ってあげて。あんた、こん、いつで、いざ、準備、出じゃとい、いつでも出撃可能よ。こちらアンビ、配置についた。承知した。何か緊急の事態が起きできたらで、で足音が聞こえて、なんだってマスターせ、え、そんなバカな、それ、彼らがまだ悪いことした。さ、作戦はとにかくなん、オーリーさんぼやいている場合じゃ、黒騎士の手を、オーリー集合場所は、ん、はじめまして。作戦コードはシュシュタイト。わお初にお目にかかります、長官。先ほどは、本日はそんなにかしこ、それに今日の作戦は11分、まさかオーリー、名前を聞いた時はてっきりちゃはっちゃすみません、ちょ、うん、なるほど、すごいな、まさか、オーリー、今のは基本の情報交換、とにかくよし、来た。長官、3つの設置地点をマークしました。ここが1つ目です。ここが2つ目、そして最後です。よし、じゃあ順番に調べよう。フォローの中は常に変化してるから、ちゃんとついてきて。気をつけて、なるべくエーテリアスを避けるぞ。
候補地点に着きました。今からおとりを設置します。待って、変な音がするぞ。なぜか急にエーテリアスがたくさん湧いてきたっす。それにあれはですが、ああ悲しいかな。そうだったのか。本当本当。へえ、長官みたいなエリ。フォローで犯人を捕まえ。でも今年の勤務表定。実は。ゼリーン。それにあんたの給料は。私は本当にそう思う。まさか猫又殿が。なんでちょっと残念そうなの。ん？おい。ああ、確かにおっしゃる通りっす。じゃあもう次の候補に。おっかないっすね。やっぱここはやめときましょう。次はあっちに行ってみよう。ここの空間は少し不安定みたいですね。候補地点に着きました。今からおとりを。先ほど。やばい、転移現象っす。こんなの消え。
マスター落ち着いて、フォローじゃ普通のことだぞ。もう慣れっこだ。チームにエリートが、おまけに長官はそん、おっと、わた、うん、え、あの、ハギンズ、すみません、オーリー長官、ただちなみに、な、よし、またまた第40、そうなのですか、40、確かに、そうっすね、あ、あ、オーリーさん、あ、じゃなく、その、オーリー長官、もしかして、ああ、早期入学を許されたと、え、あ、あ、私は孤児で、引き取ってくれた人は、わかる、狭い家の中、一番の年長である、ああ、だから、なるべく、うん、ですが、学費が、それは、そんな時、向こうにとっては、だから、なる、気高すぎるに、それに比べたら、そんなこと、それに、じ、この心に恥じない、すみませんちょ、変異現象がしょっちゅう起きそうだ、設置には向いてないぞ、次の候補に行こう。長官、本当か、特に猫又殿が、オーリー、いや、あんたは肝心なと、実体験がないことなんて、こういう時は、なるほど、そもそもあん、それについては、待ってく、もしもし、警告、大量の該当地点では、なんだって、わかった。あと、オーリー長官、なんと、その、シュシュタイトの成功の鍵は、今日の作戦が誰に、おお、なるほどっす。でも、いえ、
ぜひ。そうっすよ。よし、二手に分かれて近くに怪しい人物の。了解です。では私たちはそちらに行ってみます。俺も一緒に行くっす。プロ騎士、早くオーリーを助けに行こう。これはきっとオーリーの足跡だ。だけのエーテリアスが転送されてきたんだ。ちょっとヤバいかも。持ちこたえてくれたらいいんだけど。私を足止めできると思ってるの？見せてあげる。どこかに行って。えい、オーリーはこの近くだ。私の直感がそう言ってる。エーテリアスが次から次に。しつこいぞ。プロ騎士、来てくれたのか。待て、失敗なんかしてな。これで事件を解決。オーリー、オーリーさん。ああ、いや、ただ環境を一日待ち合わせ場所。オーリー、どんな状況にも言ったでしょ。それにオーリー、オーリー、まだ気づかない？卑屈になってる暇が。もしもし、オーリー長官、おっしゃると。え、実は長官と別れてすぐおとりを設置した地点でコソコソギャングっぽいなりなんで、長官たちが探してた。長官は今どちらですか？え、デリーン・ハギンズ。ちょっと待って、私は今合流。しかいいに決まってる。手柄は捕まえた人のものなんだから取り調べだ。ほら行って。はい。すごい、オーリー。あの二人は。でも、取り調プロ騎士、オーリアスを送って。猫股って、途中であいつを。それになんていうか、プロ騎士、すぐにオーリーから。
2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いざ降臨。猫又殿、ホローで捕まえたという怪しい人物、彼は治安局に投降した。うん、不思議なことを聞くんだ。もちろん大ギャングって本当それは言えないって今日そういう筋道があって。なんと。しかしそれにもうそこで治安局は彼にはほざっと捕まった構成員によるとギャングはそれで今回のオーリーなんだけど、あのオーリーさんが前回の作戦が、まあ今回は死んだからオーリーと、そあたしを呼ん、あら捜索は何かよ。こいつでぶおい、じゃと順いつでも出撃可能よ。よし、アルベルト君、ギャン、もしもし、ボス。なんだ、アルベルトか。堪忍してください、ボス。安心してください。はい。長官。よし、では、は。プロ騎士、オーリーたちがいる。マスター、リモートでオーリーを目的地へ誘導してください。あなた様のシステムに彼の位置を同期させました。あなた様と。オーリーたち、鉄のドアに行く手を塞がれてる。観測によると、通電しているスイッチで鉄のドアを制御可能。スイッチの位置をシステムに記録しました。開いた。 PC アシスタントもちょっとは役に立つ。やばい、エーテル、あのスイッチでドアを閉めてオーリーを他のルートへ。猫又殿、妹での協力本当に助かる。他のことは私に任せて、あんたは安心して進んで。チャンピオン。
ターゲットを排除する。ハンドどけどけ、あたしの分。後ろ後ろ、受けてください。通信機器にノイズが入っている。あまり離れないでくれ。ブツの受け取り地点まであとどれくらいだ。近道があるんですが、通る近道から行けそうですね。オーリーたちの後ろで誰かが待ち伏せしてるような。治安官の連中はリーダーのやるつ最初急にこんなうまい。まあ俺にとはいえ貴様ら震えてるじゃねえか。さあ長官、なんだと。ああ、エーテル資源をそれとも。エーテルヤスだ
長官さんよ。いや、はあ、エーテリアスに、もし、もし、つまり、なっち、違う、私が言いたかった。そんなこと、私は孤児だ。治安官になれば、私はもう若く、ギャングに手を貸したことさえば。やばい、危険だとは思ってた。起きてしまったことは仕方ない。ただ、さっき、オーリーさんには、あた、二人とも覚えてる？確かにそうだったね。それに彼がギャングのオーリーだってただのポンコ。こっちだ、ついてきてくれ。ああ、身の程をわきまえてんじゃねえか。お前ら、ここを見張っとけ。オーリー、ギャングの連中とどこへ行くの？プロ騎士、私たちも後をついてこう。あんたはケイトで遊んでて。見せてあげる。倍返しよ。あとは私に任せて。私の番。オッケー。うん。チャンスよ。オッケー。チャンス。うん。はい。はい。私の番。来たわよ。受けてみなさい。どこもかしこも穴だらけ。
チを押せってこと？着いたぞ。おい、どこだ？まあ、この辺りでは定期的に。つまりこの辺。そうだ。あ、どうした？何の音だ？ボス、数えきれねえほど。やっぱりオーリーがギャングを連れて。エーテリアスをけしかけてギャングの戦力は削ぐつもりか。オーリーの覚悟を無駄に。ギャングはきっとオーリーを許さない。早く行かなきゃ。ボス、アルベルト、ボス、ジンミー、その船削らにいっぱい、わざとこんな場所に連れてきて、相打ちにさ、いや、つまり、私がどれだけすごいのか知りたいの？私の番。受けてください。ボコボコにされても恨みっこなしだぞ。了解って。見せてあげる。ダチョ、走ってったぞ。追いかけよう。弱すぎる。まとめてかかってきていいぞ。覚悟してもらうぞ。ニャー。
もう一回言って。このクソ猫。かかった。十分だったでしょ。ネコマタ殿、オーリーさん、な心配ない。ギャングの連中でもまあとね。うんうん。ギャングにしてやら、どうにかして。それで、おま、嘘にして。それは。にゃ。ネコマタ殿が言った。私が孤児院の中で。そんなに奨学金がいっぱい出るとこ知っているかは分からん。無論彼らを責めている。しかしだから治安官を心だが見てのずっとええよ。でもあっいいお手本かどうかな。今回あんたは誰かのお手本になる。ああとにかくよかった。二人とも感謝。これだけのことをしだからその分のお金で普段プレゼントなんてもらうことない。猫また。いいのいいの。ニコたちとずっと一緒にいるから。あた、その代わりオーリー。一つだけ情、もしあんたが悪い治安官に。君たち。やっほーぷ。お、やっぱジャトヤの写真。違うって。今日はあんたたち猫また二人ともそんオーリーさんから。オーリーのやつ治安局からボーナス、その時にプレゼントを配る。オーリーさんいい。あのね、猫のシリオンだからって。とにかくいっぱいもらっ。お、アンビ。ビデオを返し、黒騎士先生。ううん、私がか。何その服。別に私たちジャトヤの中では。え、どうこの人。ええ、あなたは。え、どうかした。あれ猫また、私はこれからジャトヤ。うん、それじゃあパイトン。リン、かわいい。よっしゃ、仕事だ。
準備。何のご用ですの？